こんにちは。主食はお米です。今回の選抜ガチャ系が多すぎなので、あえて選抜系ではなく、SS レアガチャチケットを30連回してみました。新規に追加された、オホイカズチ。強いんですがねー。全体攻撃のため、複数かコロシアム、デュエルマッチ、古文でしか使用できないので、今回は、パスしてみました。またいずれ、選抜されるでしょう。今回は、火、水、森を、各10回ずつ回していきます。それと、今回パスした理由として、年始に開催されるであろう、福袋ガチャのための、石300個を確実に確保していきたいからです。年末、年始は、イベントが多く、12月は、クリスマスタウン、お正月には、新春バッドガールズと、捕獲祭りになりますわら。いやー今から楽しみです。なので、12月1日から選抜される、クリスマス紫式部は、捕獲する予定なので、ガチャは回しませんわら。それでは、ガチャを、回していきたいと思います。今回の選抜とか、コストが高いカードが、出てくれると、嬉しいんですがねー。アドラメレクが出ました。コストが低いですが、ニューなので、幸先よし。バチバチが気持ちいいわら。レグルス突撃隊が出ました。親分、子分ともに使えますが、複数かコロシアム、デュエルカードですねー。それにしても、2連続ニューカード、今回来てるかもわら。リオが出ました。持ってると思ったら持ってなかったんですねー。持続回復で使えるカードでしょうか。それもニューだし、言うことなしです。うずきが出ました。ガチャ壊れたかわら。ニューしか出ないんですがわら。親分、子分ともに使えるカードです。ハデスが出ました。ハズレではないと思いますが、2枚目はいらんかなー。さすがに全部ニューとはいかないですねー。わら。焼き鳥こと、フェニックスですねー。再度、蘇ってほしいわら。スルブートが出ました。コストは低いですが、デュエルマッチで、カードを、火、で揃えると、かなり強いです。ネットが出ました。覚醒できますが、現状使い道は皆無ですわら。ヤマタノオロチが出ました。このカードも親分、子分ともに使えます。コスト34ですが、子分スキルは優秀だと思います。サキュバスが出ました。持ってると思ってたのですが、サブのせいか持ってなかったんですねー。
コロシアムエースにでも使いますかわら。持続性は驚異の 70%。 この勢いで水もいったいわら。竹千代が出ました。親分、子分ともに使える優秀なカードです。ミュウでなかったのが残念。アン、ボニーが出ました。複数かコロシアム、デュエル、子分で使え、赤盾を付与する優秀なカードです。アリーチェが出ました。子分は安定しませんが、赤盾を付与する優秀なカードです。まさに現状選抜されてるカードわら。魔王ヘルタレスが出ました。現状覚醒させれば使えると思います。ジョンパニが出ました。スターロマンスで捕獲できるので出てほしくなかったわら。サボジョーが出ました。ニューカードではありますが、現状使えないですね。無理やりなら使えますがわら。ヘンゼルとグレーテルが出ました。ボス戦開幕1番3人以上 HP が 100% だと水が帯びます。親分、子分ともに使えます。東方腐敗が出ました。ニューではありませんが、複数かコロシアム、デュエル、子分で使えます。かぶっても子分が優秀なので問題ありません。風神が出ました。現状は使えないカードですが、雷神とセットでの覚醒に期待しています。エロースが出ました。子分カードとして優秀なので、何枚あっても良いと思ってるカードです。最近最大 35% アップが気になりますがわら。水ガチャギリ 50%。 森も最低5枚は出したい。エンシェントウエスジが出ました。森帯攻撃で親分、子分ともに優秀です。ドンコアラが出ました。デュエルでの超合体でしか利用価値が見出せないわら。トリスタンが出ました。覚醒できますが、攻撃回数が安定しないのであまり使えません。
が出ました。確定できるようになり、森帯に変わりました。親分、子分ともに使えるカードになりました。話は変わりますが、今回コスト37以上がなかなか出ませんわら。ゴリラス将軍が出ました。使えません。以上わら。ちょっとふざけすぎてませんか。リーロンが出ました。ほぼ使えませんわら。が出ました。確定できるようにはなりましたが、それほど強いイメージはありません。逆に封印付与率が下がりますわら。戦車が出ました。暗闇付与の親分でしか使えません。弱点に暗闇がなければデッキには入れないかなファルコが出ました。現状使いではあまりありませんが、覚醒にすごく期待しています。が出なくてもわら。クラウスが出ました。ほぼ使わないですねー。森の入率がやばいわら。全体でも 50% 超えてないし、良かったのは初めだけだったですねー。来週からクリスマスダンジョンが始まると思われます。去年一昨年もそうでしたが、クマッピーが石で購入できました。記憶は定かではありませんが、石70個か80個です。捕獲に興味がある方は欲しい1枚です。ご視聴ありがとうございました。